LGS5 ルイガノは、カナダに拠点を置くスポーツ用品メーカーである。特に自転車用品の品揃えが充実していることで、知られる。また、実社ブランドのスポーツ自転車も販売している。創業者であるルイガノは、カナダ勲章やケベック勲章などを授与されている、著名人でもある。LGS6 創業者であり、現在の経営者でもあるルイガノは、 もともとは自転車のトラック競技選手であり、かつて個人パシュートでカナダ王者に輝いたこともある一流の競技者であった。ガノーは1983年秋、父親の家のガレージでサイクルウェア製造販売を開始。翌年ガノーはロサンゼルス五輪に出場するが、それを機に14年間にわたった競技生活を終えて会社経営に専念する。自転車競技用ウェア類から、 商品展開を開始し、1989年には将来有望な市場と思われた自転車用ヘルメットに進出。北米市場で大きな成功を収める。その後、同社はアルペンスキー競技用のヘルメットの製造も開始している。現在、同社は本社及び6つの工場と400人以上の従業員を要している。日本では株式会社朝日が類画の社より 商標使用許可を得ている。日本で販売されているルイガノの自転車は、有限会社アキコーポレーションが、日本国内向けにプロダクトデザインを行ったもので、あったが、2017年7月にサイクルベース、アサヒとして店舗を展開している、株式会社アサヒが、日本での総販売代理店を有限会社、アキコーポレーションから取得し、2018年モデルより、販売を開始した。 公式サイトなどでは、カジュアル向きなルイガーノとスポーツ向きなガーノの2つのブランドで商品展開されているが、カテゴリーを区分しているのはアサヒであり、ルイガーノではない。ガーノモデルにも競技向けではないものもあるため、販売戦略上の大まかなモデルの区分けでしかないと考えられる。ルイガーノはアサヒのルイガノライセンス製品であり、ガーノはルイガノ本社の輸入販売製品である。 後者のハイエンドのカーボンフレームは、日本代理店ではなくカナダの本社で開発したもので、台湾メーカーであるトライゴンが製造している。また、これを用いた完成者が、コンチネンタルチームであるガーネウ・クイーベッカーと、片山右京が率いるテアム京に提供され、UCI カテゴリーの世界のレースに参戦していた。ありがとうございます。